かなかその倒しきりには至らないっていうところが続いていますね。このキャラクターの攻略策で派手なことはいらない、特別なことはしなくてもやることだけやれば勝てる、うん、そんな横綱相撲を見せつけるか時戸、ここまで2対0、リーチはかけた、どうするかな。うまい返す、スナイピング効く、うお前っすよ、逆に通すのは時戸のルーク。この3試合目、少し前に出る動き、がちょっと出てる部分があったんですけど、うん、運も良かったですね今。そうですね、うん、勝負運が、いやー、ここ体力確認からの川野トリガー発動しましたが、体力差がある。だからもうスケート投げを食らってもいいと思ってますね、これ体力状況が、うん、大きく有利なんでね、大きなプレーさえされなければ、タイマーを使わせます。いやうまい、食い投げしっかり反応、ゲージも溜まってきている。さあ画面端を追い詰めた、あのトリガーはなくなったが、ここでヒット発動、こうなると近づけるのか。そうですね、相当苦しい時戸はもう無理はせずに近づけない、ロックブレイカーを見事、これでリーチは時戸のルーク。いや V ゲージ のリソースの管理もうまかったですね時戸が。この今季のストリートファイターリーグ、なかなからしさが出なかったこの時戸が完全に戻ってきたか。川野を相手にここまで一切つけ入る隙を与えない。さあこのリーチ、川野はうおはここで打ってくる、勝ち星のリード。そうですね、カウントリードが、いやーこの後ろ投げでかすぎるぞ、これも時戸が大胆になってきた。ここでアクセル全開か、カナダスラート漏れたところ見逃さない、入れ替えコンボで大ダメージ、投げを見せて、これ頑張るぞ、ダンス上から刻んで、さあ川野もまだ終わらない、素晴らしい。さあ土俵際踏みとどまった、ここから川野の巻き返しがあるのか。まだ人間をやめているという素振りは我々の目には映っていない。ある、開ける引き出しはまだあるのか。やっぱりアルティガードの精度自体が非常に高いですからね。そうですね、いやーこっちから確認して崩している、あ横押し。さあ画面端がぐっと近づいた、引き出すと、うおっと、あ戻ってきた、なるほど、中央へ早めのジャンプで、滑りでこうプレッシャーをかけられて走りに行かないようにしましたね時戸。下をくぐっているならそれでいいというような、うん、割り切った前飛び、この辺りも対策。さあ打たせた形、飛んで帰ってきて、そっから川野はかなり苦しくなった、差し返しも怖いが技を振るしかないか。まあ、入れる、どうした、差し返しのような形で、さあこれで画面端まだチャンスある、硬い、いや割り切っているか、ならばと投げる、上残り時間は15秒、うわ反撃だ、うますぎる。さあこれで体力が逆転すると、残り時間は10秒切るところ、いやーシートーマジかよ、これでさあ、さあ来た置き攻め V シフト。いや確かに今の QMV シフトはかなり理にかなってますかね。投げ抜き誘いとかのに対するしゃがみ中キック云々みたいなに対しても、まあ、シフトブレイクで時間稼げたりとかっていう時とかやっぱ体力ビハインドがあったので、まあ、何か強気の行動が必要だった場面での置き攻め V シフト、そう本命が時間稼ぎにあるからこそ最適解になるという、うん、そうですね。いや本当苦しい試合だと思うんですけど、
なんとかしましたね。あとはでもその早い展開の中でも、ジャトギドのそのタッチジャックパンチめり込みに対して、まあ、きっちり EX パラベラも絡めた反撃、こういったところの精度の高さも聞きましたね。そうですね。時どもやっぱりそのこれまで以上にこのルークのタッチジャックパンチヒット確認というのがこのストリートエタリーグの中盤あたりから、まあ、時どが新たにこう出してきた新しい戦術だと思うんですけど、そこの精度というかプラスの選択肢より幅広くなっていて、タッチジャックパンチの状況を確認して、まあ、ヒット確認からのトリプルインパクトもそうですし、先端ガードからもう最速もう一回タッチジャックパンチみたいなやってますよね。そういうその、なんでしょうね、タッチジャックパンチ先端だからこそその牽制長めの牽制打たなきゃいけないところにむしろタッチジャックパンチでカウンター取ってしゃがみジャックパンチジャックブラシみたいな絡め手も使ってるんですけど、そういうところに対する川の対応もいいですね。さあ両者の対決はこれが4試合目、時戸が完勝かというところから川野が返して、ただでは終わらないか、やはり川野逃げるのか、新境地よし、出ない刻みながら、やはり前ステップはお互いかなり警戒、意識は高い。そうですね、ダッシュに対する対応というところが相当重要になっている局面ですかね。そうですね。ただ金子さん、やはり立ち回り時とはブレていないなという印象なので、川野としてはやや苦しい、足を止める、この前ステップを通していかないとなかなか押し込めないという、それはこれまでの試合と同じ。ここで発動は川野、さあ両者水色のゲージ、 CA ゲージもかなり溜まっている状況ではあるが、ここ側の力発動しますね。 V バサないんでロックブレーカーでも時間のセグがある。さあしかし崩してからのカードにゲージが3つ前に投げて、ロックブレーカーも終わらせた。そうですね、カウンターうっつながらん、つながらず。さあタイルフリードはカードにあった、あじゃあいけ、とはいえ中足がかなり危険ですね。これはが、しかしうおー相当緊張感がある。さあ仕返しの形、画面端になった、残り時間10秒、読み合いしっかり逃げじ倒しきりの判断、見事。いや勝負のバックステでしたね。さあこれでまたもやリーチをかけたのは右手が時戸のルーク、いや勝負の大パンから押し置き完璧、そっからうわっとフロストタッチを投げている、読み勝っている、ほら返した、でっかい氷が落ちてくるが、時戸はここから守りつつか、確かにアブソリュートゼロ中にタッチアックパンチは、まあ、タッチアックパンチでリーチ伸びますから3ギルフェルト、うまい抜けた、綺麗にキャンセルサンドブラスト抜けるが、体力リーダーまだ若干ではあるが、時戸のルーク、あのトリガー切れてから、時戸の時間の使い方がうまい。これはまだ残り時間50秒ですが、もう時戸はタイムオーバーを見ながら通している。さあカードもう一度、あ時戸またフルゲージ、いや打ち切りになった、チャンスは時戸にあり。さあ川野の猛追を時戸が振り切って、 V6 プラスファブゲーミング、そして時戸完全復活。いやーこうなりましたか。